はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらポルシェボクスターのご紹介です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ケーズジャパンさんの方に、車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ポルシェボクスターというわけで、この車は 2.7 リッターですね。右ハンドルの5速オートマです。価格の方は総支払額210万円、年式の方は2008年式ですね。走行距離は 11.1 万キロですね。車検の方は2019年の4月までついております。修復歴はなしですね。目の方はこんな感じです。そんなにね、くすみもなくて綺麗な状態ですね。横から見たらこんな感じです。タイヤの方は235の 40R18 18インチを履いております。純正ですね。リアの方は265の 35R18 18インチを履いております。ブレーキキャリパーがね、かっこいいっすよね。やっぱりね、ボクスターはこのお尻の膨らみがね、かっこいいんですよね。いや、セクシー。後ろから見たらこんな感じです。ボクサーはね、特徴的ですよね。この一本のマフラーがかっこいいっすね。いや、本当にね、リアから見たらね、このお尻の膨らみ、いや、この膨らみはね、すごいんですよ、これ。反対側もね、汚れなく綺麗な状態ですね。では内装の方を見てみましょう。ではお邪魔しますと、内装の方はね、こんな感じです。ナビの方もね、管理ですね。カロッセリアがついてますね。で、この車マニュアルなんですよね。ちょっとね、暑いんでエンジンかけさせてもらいます。シートの方はね、こんな感じです。シートの方もね、年式の割にはそんなにね、汚れてないですね。ステアリングもね、このポルシェのマークがかっこいいっすね。ドア周りのね、やれ具合はこんな感じですね。まあ、年式なりと言いますか、多少のね、傷は見られますね。まあ、ホロの方もそんなにね、破れなく、保ててる状態ですね。ちなみにね、このボタンが、リアスポイラーを上げるボタンですね。今ね、リアスポイラー開けてます。結構ね、これぐらい上がるんですね。では試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ポルシェボクスター、この車は 2.7 リッターですね。もうね、いきなりね、 G を感じますね。今ね、1速から2速の方にシフトチェンジして、今3速ですね。一般道ではね、だいたい回転数が2000ぐらいで、今走りますね。あのトルクの方もね、結構これ強いんですよ。で、リアエンジンということでね、後ろからね、エンジンの鼓動がして気持ちいいんですよね。ほら、これ3速から伸びる。あのトルクがね、大きいんでね、結構運転実はしやすいんですよね。あ、今ね、ちょっと坂道の方走っております。だいたいね、まあ、2速、3速から4速に入れることはね、まずないですね。あ、結構やっぱ伸びる伸びる。あの今ね、だいぶねダウンサイジングされた車が多いですよね。今のボクサーでも2リッタータイプが主流になっていると思います。やっぱりね、あのこの時代のポルシェってね、やっぱその辺が、ね、全然違うんですよね。いや、このボクスター私ね、久しぶりに乗ったんですけどね、やっぱりね、このボディ剛性、これがね、やっぱ違いますね。なんかガッチガチにね、ガッチガチだなっていう印象がね、強いですね。あ、間違った、間違った、ウインカー間違ったで、このハンドルがね、結構しっかりしてるんですよね。あの結構ね、重たい方ですね、ポルシェってね。あの一般的な、ね、乗用車乗ってる方、初めて乗るとね、このハンドルの重さは最初ね、ちょっとびっくりするかもしれないですね。その分ね、全然ね、ぶれないんですよ、ハンドルが。
ではね、ちょっと踏み込んでみようと思います。今ね、二速発進で、4000回転ぐらいまで、入りました。まあ、車の、ね、伸びの方はやはりね、NA エンジンということでね、ものすごいね、へばりつくような加速というわけではないんですが、やっぱりね、それなりの加速を感じますよね。まあ、それよりもね、なんかコーナーリングとかね、ボディ剛性とかサスペンションの硬さがね、なかなかね、こうクイックに、ね、曲がれるんですよね。やっぱりね、このポルシェ乗ってるとね、このフロントのね、盛り上がり感、これはね、すごいかっこいいんですよね。車にね、乗ってるぞという感覚はしますね。で、これマニュアルなんですよね。やっぱりね、このポルシェあたり乗る方はマニュアルをね、かなりおすすめしますね。やっぱりね、この操ってる感、それはね、全然違いますよね。はい、良かったですね、ポルシェボクスター。やっぱりね、加速が違いますよね。こちらの車はケーズジャパンさんの方で販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。はい、というわけでポルシェボクスターを試乗してみたでした。ジョーヌボーイ。